欧州連合知的財産庁は欧州連合の専門機関の一つ。1999年に設立された。スペインのバレンシア州アリカンテ県アリカンテに所在している。エウイポの目的は欧州連合域内における商標及び異象の登録機関として機能することにある。欧州連合商標規則の施行に伴い、2016年3月23日に 現在の名称に解消した。旧称は欧州共同体商標医商庁。英語名称は域内市場における調和のための官庁という意味である。日本からは直接エウイポに対して商標及び衣商出願を行うことができる。また EU は商標の国際登録制度についての国際条約であるマドリッド協定議定書を締結しているため、 国際商標出願において EU を指定することより e u イポが登録する欧州連合商標を取得することもできる。ありがとうございます。